桜切紙の貼り絵で大壁面を飾りましょう。桜切紙をたくさん作る方法は大量生産の動画をご覧ください。桜切紙を大きな紙の上に広げます。ここでは縦90センチ、横160センチの紙を使っています。全体の配置を考えながら桜の花がきれいに見えるように並べていきます。並べ方の決まりは特にありません。周りだけ並べたり、斜めに並べたり、グラデーションになるように並べたりするのもきれいです。たくさんの桜切り紙を一度に貼るにはスプレーボトルを使います。水を入れたスプレーボトルに液体のりを少し入れ、よく振って使いましょう。桜切り紙の上にこぼしてしまうと大変です。拭き取るときに桜まで取れてしまうので気をつけてください。最初は上の方から全体が湿るように吹きつけていきます。桜切り紙が湿って落ち着いてきたらスプレーを近づけてしっかりとのり付けします。吹きつけ終わったら乾かします。急ぐ時にはドライヤーを使ってください。しっかりと貼れていないところは剥がれて飛んでいってしまいます。剥がれかけているところや後から付け足したいところは水溶き糊を筆につけて貼り付けていきます。お花紙はよれたり破れたりしやすいので内側から外側に向かって優しく貼り付けていきましょう。完全に乾くとぴったりと台紙にくっつきます。この上に桜桜の菓子を貼ってみました。飾り付けには本物の巾着袋や舞扇を使い華やかさを加えました。こちらはお祝いのメッセージの台紙として使っています。お花紙の大きな花や紙テープを添えると一層華やかです。台紙だけならくるくると丸めてしまっておき何年も繰り返して使えます。毎年上に貼るものを変えて春の壁面を華やかに飾りましょう。